おはようございます。おはようございます。今日は岡山県の、けなし山に登りたいと思います。駐車場は、けなし山ビジターセンターというところに停めてます。はい、多分登山口行こうか、ちょっと歩くのかな。ああね、でもここに、看板があるんでね。登山口で、どうだろう、山頂から大山見える感じ。多分見えると思います。山頂からちょっとね、大山が見える感じのいい展望あるようなんで、ちょっとそれを楽しみに登っていきたいと思います。はい、はい、それでは行ってきます。行ってきます。なんか実が折ってました。何の実でしょう。ああ、綺麗。これなんだろう。どっち？あ、どっちの実かな。すごい綺麗だね。ああ、綺麗。出た。生まれました。はい。はい、どっちの実かもしれないね。はい。でかいですね。これ6号大杉です。ちょっとでかすぎやろ、杉なだけに。すごい。7号目を過ぎてやっといい天気になってきました。一瞬ちょっと雨降ったんです。大輝さんが雨男なので。なわけないですよ。本当困ったのに。雨とかじゃないですよ。雨上がりなので登山道が結構ぬかるんでいてちょっと怖いです。思ったより人がたくさん登ってるね。あ、結構人気いちゃうかな。駐車場もね、すごい広くて綺麗だったもんね。トイレもあってね、すごい綺麗でした。雨が降らなければいいけどね。大山見えたらいいね。なんだ、小屋があんな意味かさ。9合目避難小屋らしい。あ、9合目か。あ、9合目って書いてある。あ、そうか。
開くの？開いた。開いた。こんな感じの小屋の中でございます。まあ雨が降ったりしたらね、うん、ちょっと休憩するのいいかもしれないね。開けた。わあ、ほらほら。え、ああ。開けました。開きましたね。おお、ちょっとガスってるけどね。うん。はあ。おお、気持ちいいね、風が。気持ちいい。めっちゃ風吹いてる。山頂ですね、ゆかさん。来ましたね。よいしょ。人いっぱいですね。うん。着きました。思ったより狭いね、山頂。着きましたね。今日のお昼ご飯は来るときにコンビニで買ったラーメンです。僕はこのチャリメラというこのなんか可愛いラーメンを買ってしまいました。ゆかさんはね、札幌一番塩ラーメンですね、うん、はい、塩ラーメンですね。塩ラーメン、はい、なんか卵とネギが美味しそうだね。うん、何でも美味しそうに見える、うん。やっぱりなんかネギ入れてうまいよね。とても美味しくございます。札幌一番楽しいです。CM 来ないよ。どう、普通のチャルメラやね、多分。なことないよ。チャリメラやでって言えてないわ。チャリメラやから、それ多分ちょっとちゃうはず。ネギがうまいな。うん、明星さん、美味しいです。言えんの。今日は岡山県の毛無山に登りました。登山道は急なところがそんなになくて、ちゃんと整備されているのでとても歩きやすかったです。山頂の景色は多分すごくいいんだと思うんですけど、今日は曇ってて、あんまり、うん、本当はなんか大山が綺麗に見えるんですけど、ちょっとガスでやっぱり見えなかったですね、うん、それがちょっと残念だったんで、うん、また登りたいなと思いました、うん、あのすごく人気の山みたいで、うん、そういう方ね、うん、山頂そんな、うん、あの広くないんで、うん、なんかね、ご飯食べた人で満杯になってました、うんうん、また来たいなと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ガスの神様、雨男。誰か持つ？お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。美味しいか？美味しい。ちょっと固め、でも美味しい。なんかあれだね、フォルムがなんか可愛いね。見た目可愛いね、丸っこいです。そうじゃない？ね、ちょっと固めでしょ。美味しいね。美味しいね。うん、ま。
めっちゃうまい。